皆さんこんにちは、琴文コーディアマの渡辺です。 RSBN ライトサイドブロードキャスティングネットワークのツイートをご紹介したいと思います。こちらは戸田さんが以前ここをとても信頼しているとお話しされていたのを記憶しています。それではスタートします。6月16日7時57分準備はできてるかい？日付と場所が発表されました。6月17日2時37分詳細については RSBN にご注目ください。そしてリンク先は戸田さんが南部国境の災害地帯を訪問するというそういうニュースです。6月17日速報、戸田さんの集会が正式に復活しました。戸田さん大統領は2021年6月26日土曜日にオハイオ州ウェリントンで集会を開催します。 RSBN に注目して他では得られない一日中のカバレッジを確認してください。そして戸田さんの声明が貼ってあります。こちらは昨日もご紹介したのですがもう一度申し上げます。6月16日戸田さんの声明、アメリカ合衆国第45代大統領ドナルド・トラさんは2021年6月26日土曜日の午後7時にオハイオ州ウェリントンで大集会を開催します。この西部アメリカ集会は候補者を支持する多くのトラさん大統領の最初の登場を示し、トラさん大統領の政権のマガアジェンダと成果をさらに促進します。この集会は戸田さん大統領がオハイオ州の第16議会地区での札入れを承認したマックス・ミラーを支援することです。6月17日戸田さんラリー発表、日時6月26日土曜日午後7時場所ロレン郡見本市会場オハイオ州ウェリントン、以下のリンクをクリックして登録してくださいとなって戸田さん .comが紹介されています。6月17日 RSBN は他では得られない完全な編集されてないカバレッジを提供するためにあります。6月26日午後7時 EST にチェックインしてください。6月18日戸田さんの声明、これは非常に大きなニュースです。人々は光を見始めています。 Great for America としてジョージア州務長官ブラッド・ラフェンスバーガーさんの公式ツイッターを紹介しています。画像として貼ってあるのはジョージア州務長官さんのツイート2件です。読みます。ジョージア州務長官ブラッド・ラフェンスバーガー、2021年6月14日 F 軍の札入れ指導部が F 軍の札入れ資格者とジョージア州の札入れ資格者を失敗させ続ける限り、私たちの札入れの信頼を回復することは不可能になるでしょう。彼らはステップアップして責任を負うために新しいリーダーシップを必要としています。F 軍がすべての札入れ用紙ドロップボックス転送文書を作成できないという新たな暴露は、ドロップボックスに関するジョージア州の規則や規則に従わなかった他の軍と同様に徹底的に調査されます。これは続行できません。午後3時24分というものです。機械訳なのでちょっとわかりにくいかもしれませんが、すいません。ご容赦ください。6月18日3時48分、今夜 RSBN の午後8時 ET、ダンスカ・ビーノとララの会談。あなたは彼が戸田さん一家と一緒に過ごした時間についてすべて聞くでしょう。それは最終的に彼を戸田さん大統領の最も信頼できる顧問の一人にしたものです。こちらを見てください。6月18日4時52分、ジョージア州 F 軍札入れでの不正に関する記者会見の回線、実況中継です。RSBN のアプリまたは当社のライブをご覧ください。そしてジェイソン・ミラーさんのメディアセンセーションというツイートに RSBN のこちらの記事が貼ってあります。以上ここまでです。戸田さんのラリーが再開されたということと、ジョージア州 F 軍の札入れの法廷監査が良い方向に向かっているというそういうニュースでございました。それではまた、ありがとうございました。